はい、始まりました。じゅんちゃんオートレース、本日ですね、伊勢崎オートレース場で行われております上毛新聞社杯ですね。今日は最終日ということで優勝戦でございます。今日5レースから最終レースまでやってまいります。果たしてジュランが準優勝プラス初優勝ね、最短 V 飾れるかどうかね、心配はしそうかなということでね、今日も楽しく最後までやっていきたいと思いますので、ご視聴よろしくお願いいたします。本節安定感目立っている4番のうねつぼですが、まだ今年勝利はありません。ここで決められるか、人気の中心です。さあ1本目の5レースですね。菅原鈴乃ちゃんが、ね、が出るレースでございます。ここはうねうねがね、思想から良かったです。スタートからしっかり頼むぜ、いけ。うわ、岡本さん行ったよ。あー、中野さん大丈夫か。足大丈夫。うわー、大丈夫大丈夫大丈夫。立った。ここは自分の足で立てて、もうよかった。うわー、うねつぼさん頼むよ、しっかり。怪しいな。なんかこのまま伊藤さんが逃げ切っちゃいそうな気がする。うねうねさんも抜けねえか。谷川さんにもこらえちゃう。ダメだ。いやー、もう逃げ切りまんまや、出たまんまや。いや、ひろゆきさんおめでとうございます。今節ここまで2着3着と安定しています。3番の原田、ここは人気の中心、早め先頭に立ちたいところです。さあ6レースですね。ここ3番の原田選手がね、一応思想気配が一番良かったんでね、ここを絡めてまずはスタートしっかり前2車を叩いていこう。さあスタート争い、3番の原田の後ろから4番の原田、うわスタートから遅れてるでよ。3番の原田序盤戦いきなり緊張を迎えている。人気の原田スタートなしと叩かれてしまった。4番の地元が3番手上がった。3番の原田はスタートで行かれるか。4番高田、5番高田、3番高田、3番高田、4番高田、5番高田、
今回はねえわ。3番花田逆襲なるかですが、もう後ろには7番の塚直樹が来ておりますが、ここは引いた。単独決まっての4番の藤本剛があり上がりました。一瞬で終わったよ。今回は発着数比の4番の藤本が最終便が詰めてくるか。2番の磯村が後輩、後ろから7番の塚直樹、3番手と上がった。3番花田4番手後輩苦しい展開。花田の後ろには8番の中田圭一郎が来ています。1番の山口と2球者の逃げ、4番の藤本が追いすがります。残りは3周回、懸命に逃げる1番の山口翔太、しかしリードがなくなった。4番藤本が捕まえにかかっている。中田選手が後ろから追い込んでくれるかどうかね。あとね、ここで先頭に立ちそうだ。さあまず戸塚さんパスした。そうなればもう頭はダメだよ。3番手から2番手を狙っています。4コーナー立ち上がって残りは2周回、粘る1番の山口翔太、さあ高田君が残れるか、残れるかな、どうかな。うわーダメか、もったいねえな、いい逃げしたのにね。4番の藤本を捉えて8番の中田が先頭、4番藤本2番手後輩、その後ろに7番の塚田沖、5番の野沢森広、ブルーフラッグの残り1周回、先頭は8番の中田。さあ2番手4番藤本が残せるか。なんだよ富雄さんは、なんだよ。6番手、うわーマジか。いや中田選手1着おめでとうございます。前場所優勝戦2着も今回初日6着で、昨日は一般戦回りでしたが勝利を飾った三浦、ね、連勝なるか。ここはね、公平と岩見さん、この2者でね決まるんではないかというふうに思ってます。岩見さんが先に行ってほしいな。スタートしました。注目のスタート、10メートルはいかに伸びていくのが7番の岩見さんが行ったべ、今日はね。そして50戦は行った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 。8番の岩見が先に行きました。6番柴山が下がっていて最高。さああとは前に進んで頼むぜ、しっかり岩見さん。ケンジが果敢な攻めを見せています。2番の内越が下がっていきました。まずは与瀬里が先頭に立とうかというところでしたが、4番の吉松ケンジが吉松さん行った。先頭を出ししました。吉松が先頭、与瀬里2番手、3番手5番の柴崎となりました。岩見さん行こう。そして8番の岩見が集団の5番手を押し上げて外回る三浦航平ついてくる形。人気両者5、6番手、残り4周回、吉松が独走。2番手と5番の柴崎が上がっていく。吉松さんが伸びてるぞ、おい頼むよ岩見さん、追ってきて。さあ8番の岩見が4番手から前を伺いますが、残り3周、吉松健二のペースがこれはかなり良さそうだ。いやーそれじゃダメだよ。3番手は3番の米里の後ろに8番の岩見、岩見が今3番手を伺うところでありますが、3番の米里も懸命の応戦。そこを突破、岩見が3番手上がってあと2周回、行ってくれ岩見さん。しかしいや蓋をしております。岩見入れません。その後が7番の三浦航平と人気両者は3、4番手になりました。柴崎が人気両者をブロックしている。4コーナー立ち上がってブルーフラッグの上り2着までか。そうになった2番手と、ここでようやく岩見が上がっていく。3番手の上昇点が7番の三浦航平、5番の柴崎の後ろにつける7番の三浦、3番手岩見さん来い来い来い、最後は外から攻めるか切り返そうとしている。来い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 、ダメだ。
ここは50戦単独の8番の篠原人気の中心です。7番の田中聡選手、ブルーランプが消えました。7番スタートまでは3秒前、しっかり頼むよ後ろ追ってきてちょうだい。スタートしました。10メートル内から深沢が行って枠なりスタート。20メートル陣地入れて外から5番の柳井が伸びを見せるが、4番の石川が残せるかどうか。同期の先行争いは柳井が前に行きました。4番石川は5番手からの競争、そこに差を詰める6番の押田、やや離れて7番の田中、最後方から8番の篠原です。まずは1番の松本が逃げて2番手2番の深沢です。3番の深の内側狙って5番の柳井まさき、柳井が10センチ両者の背後に差を詰めています。その後ろ中段から後方混戦ですが、4番石川の内側狙って7番の田中さんの外を回る6番の下和也、依然として8番篠原最後方、しかし先頭から最後方一気に凝縮、残り4周回篠原の道が空いている印象、一気に上昇してまいりました。田中と篠原が 3,4 番手と一気にワープするように上がってまいりました。7番の田中が先攻めで2番手と上がっていく、連れて8番の篠原敦史、人気両者が 2,3 番手からもう先頭2番手と変わりそうな勢いで残りは3周回、先頭はまずは7番の田中が先に行ってついていく8番の篠原、3番手1番の松本を粘っていますが、いや押した君やられないでよ。そして5番の柳井、6番の押したと追走している。さあ3番手争い焦点でしょうか。7番の田中が先頭、あと2周回、1番の松本渋滞ができ始めている。3番手からも完全に前は2人抜け出した。さあ2番深沢が狙っている、入れるか入れるか入れそうか、入れそうで入ってまいりました。2番の深沢が3コーナー、3番手ようやく上がりました。ブルーフラッグ残り1周回、先頭が7番の田中、人気の篠原を抑え込んで先頭キープ、3番手依然混戦となっているが、2番の深沢外から6番の下和也、間に5番の柳井、柳井突っ込めるか、いや引いた、3番手2番の深沢で待って外から6番の下の強襲だが、2番の深沢優勢、田中さんの勝利。 OK、選手さっき行かれると思うんですけど、まくれるかどうか、その辺が自分はできるかどうか、さあ行ってみろ。スタートは悪くないよ、あとはまくれるかどうかだね。あーダメだ、失速。ああ終わっちゃったよ。そうなると後ろか、岩崎が岡部竹下を相次いで突破して先攻めに動いていく、そして6番の竹下が順平の足がいいんじゃない、岡部を狙っております。岡部も負担しようとしています。3番北瀬、内から吉田圭介、先に先頭に立っていく、圭介いった。そして中段は6番の竹下順平、岩崎の内側を狙っているのか、入ってまいりました6番の竹下、ここで岩崎を逆転しています。見せて欲しかったケースケ、このレース。こうなると2級の気力を生かすのみであります。3番手が7番の岩崎陽一、その後は離れて5番の岡部、3番の北爪、さあ順平か、平田という格好になりました。さあ狙っている6番の竹下、切り返した2周回、1コーナーで仕留めた6番の竹下先頭、4番の吉田圭介食らいついて2番手の位置、3番手がやや離れて7番の岩崎、その後に5番の岡部、まあまあいいんじゃないですか、これ離れて8番の平田正隆という格好になりました。7頭で売れてたような気がする。4番の吉田圭介となると配当が上がりそうです。7番の岩崎3番手、どうやら体勢を切しています。6番の滝下選手、
ここはしっかりと決めて川口に乗り込んでいきたいところ、早川。ただ相手関係は強力です。さあ10レース角度の登場でございますので、ね、ここスタート生きれば、ね、結構いいんじゃないかな。あとは聖太郎しっかり昨日の金はここで返してくれよ。4番車のフライングのため再発走といたします。 K のフライングによって再発走となった10レース選抜戦2度目のスタート、サイドの10秒前。さあ K さんのフライングで再発走という形でございます。カカがね大ポップ来たからねびっくりしました。さあ聖太郎もう一回頑張って行ってみろ。こら聖太郎だべ。うわ、タックン来てる。しっかりいった。うわ、タックン来た。ここはやられねえだろう。K さんが来そうじゃない。ツナミはやめて、ツナミはやめて、勝ってないからやめてよ。聖太郎しっかり開けろ。よしよしよし、外向けて、外、そう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 、うち締めて、うち締めて、締めろ締めろ締めろ。いや、計算出てるね、うん、どうしてだろう、頭だ。ここはしっかりと先頭を守り抜いた。しっかり、ゼロ班両者が人気となっています。まずはこのゼロ班どちらが重心ですね。ここは金山修平選手、スタートしっかりいってもらって、そのままで逃げて逃げて逃げ回ってスタートしっかり、タクシャーより先に出る、行け行け、伸びろ、残せー、ダメだ、行かれたやり返せやり返せ。行ってみろ行ってみろ行ってみろ、入れ。よっしゃ、前は1番の金山が逆転です。2番の清水を刺しました。行け、押さえて、てっちゃんだ、てっちゃんはやばい、てっちゃんはやばい、押さえて押さえて押さえて、押さえろてっちゃんはやばい。さあ逃げろ逃げろ逃げろ。いるかな、頑張って頑張って頑張って、二周逃げて、金山さん逃げて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 、金山さん逃げろ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 、
残って絞られて離れた5番手が3番の中身。よしよし、そのまま2でも7でもいい、どっちでもいい、2でも7でもどっちでもいい。7のがつくのかな。よし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 、頑張れ。まずはね、スタートしっかりね、落ち着いていけば大丈夫。自分のペース、自分のセルマを信じていけ。よっしゃ、いった。頑張れよ、ジラン。2周が勝負、2周が勝負。うわー、森村さんだ。逃げろ逃げろ。逃げろ、離せ。離せ。逃げろ。よし、伸びろ。初の準決を乗り越えて、初の優勝戦。よし。開けろ。4番の森村。行け。大丈夫、いけ。そこから伸びろ。離せ。4番手の感覚はいて、2番の高橋、3番の亀井。いけ、ジラン。いけ。頑張って。立ち上がり開けて。伸びろ。4番の森村。さらに頑張れ。あと1周。いけ、ジラン。まだリードはある。いけ。落ち着いて、開けろ、伸びろ。よし、いけ、あと直線だ、いけ。よっしゃ、おめでとう。はい、ということで最終レースまで見ていただきましたね。キヨさん、いつも本当にありがとうございます。で、伊勢崎来た時は本当にいつもお世話になってね。はい、で、ジュラン良かったっすね。完璧でした。 すげえ嬉しいっすよね。良かった。また次節もね、まだ連勝記録も残ってるし、まだ、はい、あと何それ。はい、2連単も3連単も当たりました。素晴らしい。もうね、ジュラン熟知の結局解散になりましたけどね、これでまたまだ連勝記録で11、12、13と本当にね、続けていってほしいと思います。はい、ということで、本日はしゅうちゃんおと以上でございます。明日から浜松おとやってまいります。ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そして本日も皆様お疲れ様でございました。最後にお願いです。チャンネル登録並びに高評価ボタンと鈴ボタンプッシュ、そしてチャリロとの新規入会よろしくお願いいたします。